所得向上か、経済成長か。3日後に迫った沖縄市長選挙は、前の市議会議員で新人の森山正和さんが、3期目を目指す現職、桑江幸男さんに挑む一騎打ちの構図となっています。41市町村中39位、下から3位というこの状況を直ちに改めていかなくてはなりません。市民所得の向上を訴えるのは新人の森山正和さん。サービス業に偏る産業構造を見直し、農業など第一次産業の底上げが必要だと訴えています。市民が、特に商店街の方々が肌身で感じるぐらいの経済の成長、にぎわいを必ず取り戻してみせます。現職の桑江さんは、経済復興を市内のにぎわいにつなげるとアピールします。市中心部の一番街再開発や、市東部に整備する観光拠点で雇用も創出すると強調します。年初のお力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。要望させていただきます。桑江さんにとって一番街周辺の再開発構想は今回の選挙の目玉。面談した松野官房長官も支援を約束しています。桑江さんの応援には菅義偉前総理も日帰りで駆けつけるなど、親密さを演出。私も気が弱い方ですから桑江さんに乗りました。そして見事に素晴らしいアリーナが完成をしました。今後の沖縄市政も政府との連携が必要だと強く印象づける選挙戦が展開されています。一方の森山さん、はい、本人なんですけどこちらが森山、市長の森山さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。一人でも多くの有権者と接点を持つため、沖縄市が地元で知名度の高い玉城知事が積極的に支援します。思いを持って決断をすれば、4億7000万円を給食費に振り分けることは十分可能です。森山さんの政策を玉城知事が熱弁する場面も。市内に低所得世帯が多い中、小中学校の給食費無償化を目玉政策の一つに掲げます。両陣営、候補者以上に応援弁士が存在感を放つ選挙戦は、次に控える参議院選挙、県知事選挙を意識したもので、自民公明対オール沖縄勢力の激しい代理戦争となっています。相手候補には国の支援があります。皆さんのお力を借りて、この選挙戦しっかりと走り抜いてまいります。どうぞこれまで私を支えてくれた皆さんが、私を信頼し、一緒になってこの明るい沖縄市、躍動する沖縄市、安心する沖縄市を共に作っていこうではありませんか。人口14万3000人のリーダーを決める沖縄市長選挙は、次の日曜24日に投票日を迎えます。ではここからは取材をしている久田記者と伝えていきます。はい、今回の沖縄市長選の立候補者を改めて確認します。立候補しているのは、届け出順に社民、社大、共産、立憲民主党が推薦する新人の森山正和さんと、自民公明が推薦する現職の桑江幸男さんの2人です。今回、所得向上と経済成長に注目してお伝えしたんですけれども、はい、注目していただきたいものがあります。こちらです。一人当たりの市民所得の比較なんですが、2014年に沖縄市182万円の一人当たりの市民所得がありました。これが桑江さんが2期目に入った2018年、コロナ禍の前ですが、この時には変わります。200万円に
向上しました、はい、ただ今動きを見ていると分かったと思うんですけれども、他の市ではもっと伸びていたところも多かったんですね。沖縄市はやや取り残されている印象ですね。そうですね、少し周りと比べると伸びが遅いですね、でより最近の状況が分かる別の指標があります。非課税世帯の人口、これはコロナ禍の影響を受け始めた2020年度の集計なんですが、沖縄市の人口の3分の1近く、4万2400人余りが、非課税世帯となっているということなんですね、はい、この貧困という課題をどうやって解決するかということで2人の政策が異なっています。森山さんは農業や漁業など第一次産業の底上げが必要で支援をしたいということで、目標値所得を 10% 上げるという目標値を掲げています、うん、今まで建設やサービス業に偏っていた労働人口をこうバランスよくしたいという政策ですね。そうですね、そして桑江さんなんですが、確約できない数値目標は言わないというスタンスです、はい、ただ、東部のリゾート開発ですとか、そういった、ホテル誘致、企業立地などを、誘発してその雇用の増加につなげていく、これを、市民の利益につなげていこうという考えがあります、町のにぎわいと経済を結びつけるということですね。そうですね、はい、こういった貧困といった、課題の認識は同じなんですけれども、アプローチがやや異なるということで、他の政策もお二人の政策をよく見比べながら投票していってほしいと思います、はい、ここまで久田記者とお伝えしました。